にありがとね来てくれて。カジは今あれしてます、顔を保湿してます。そしておでこが、なんということでしょう、おでこめちゃめちゃ肌荒れしてます。なんか私全部おでこに出るんだよね、これ治るかな。まあでも4日だよね、あと4日あれば治るんじゃないかなって思ってきた。いける、この調子で治せ。ニキビ数えます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 おでこだけで10個もある。おでこ抜くと11,12,12個、超あるんだけど、やばくないって10個もニキビがある、すごいあるでしょ。やばいんだけど、どうしたらいいすごいさ、おでこできちゃうんだよね。なんか一時期すごい綺麗だったんだけど、急にね、しかも昨日今日の話なのよ、急にボボボって、そうそうそう、できちゃうタイプの。ちょっとでかいニキビがいっぱいあるから、ちょっと目立つな。ね、カジおでこニキビいっぱいあるって思っても言わないで思っても言わないで思っても言わないで、よろしくね。そして今日がチケット最終日かな、チケット本当もう今日で販売が終了しちゃうので、みんな急いでゲットしてね、本当に頼みます。来れる人はぜひね一緒に楽しみましょう。そして配信のチケットがですね、販売開始いたしました。え、めっちゃリンパ腺腫れてんだけど、どうした、気のせいか、気のせいだった。ショールームはこの19日までになります。あれ、もう19日になったよね、今何時だ、なったよね、嘘まだなってないじゃん明日はですね、まだだった、でもいやいやいやまだだった、ちょっとせっかちしちゃった。明日までです。チケット発送の手続きがあるので、カジのサイン入りチケットっていうものがね最後です。まあ明日なん、19日までなんで19日までなんで明日までなんですけど、ほぼ今日までです、ほぼね、ほぼほぼ今日までなんで、みんな忘れずによろしくお願いします。あ、来れる人はね。そして配信のチケット開始、これのね配信もね、もうやっぱり来れないよって方もね、もちろんいると思うんですよ。そりゃカジにね、なんで合わせる、あ、カジ勝手に22日って言ってるだけなんだから、そうそうそう、そんなそれはもう来れない方もちろんいるわけ、そりゃそうだ、当たり前だ。だから配信があります。そうなの、配信どれぐらいの人が見に来てくれるのかな、でそれは後々自分確認できるけど、よかったらさ拡散してくれたりするのかな、みんなカジの配信あるから見てねってカジも言うけど、カジはね配信のチケットは前日から言おうかなって思ってて、ちょっとギリギリまで、あの本当にチケット、あの表参道に来ていただけるチケットをおギリギリまでカジは告知していけたらなと思っているので、配信嬉しいってありがとう。アーカイブももちろん残ります。カジあのどこからでもカジを楽しんでいただける、そんな
そんなカジスティックライブふにふにです。ショールームをご覧の皆さんもね、カジ、あ、歌うんだってこう思っていただけたらとっても嬉しいです。ありがとうみんな、本当に引用リツイートとかめちゃめちゃ嬉しい。ありがとう。引用リツイートはね、全部ね通知来てる。ありがとうね、すごい嬉しいよ。そう、光る涙の動画もちょっとやっぱ楽しんでいただきたいので、去年の映像を流してみました。そうそう、あのこれをきっかけにやっぱカジのライブ行こうかなってこう思ってくる人いるんじゃん、 いるかどうかちょっと分かんないけど、いたらいいなと思ってあげてみました。どうかな、来てくれるかな、どうかな、本当に来てほしい。でもやれることはね、 やったよ、多分やれることはやった。だから、あのそうですね、あのよかったらカジの誕生日のバースデーイベントに遊びに来てくれると本当に嬉しいです。カジギター弾くんでね、地声のカジ。確かに、あ、辻さんありがとうございます、すみません、いやー誕生日なんですよ。そうそう、ありがとうございます、本当にいいね。ぬこ、いや、マジックとかやりたいよね、本当に初心に戻って。マジックはね、私がデビューするときに、あ、そうだ、オーディションか、初めて皆さんの前に、現れたカジシマヤは特技はマジックって言ってました。そうそう、でも全然マジック得意じゃなかったの、本当はね。朝一で百均に行って寄ってトランプ買ってただけだから。大井さんありがとうございます、もらいだるまもらっちゃっちゃ、うわ、辻さんありがとうございます、来ないんですか、あ、クラッカーだった、ありがとうございます、クラッカーいっぱい来た、ありがとう、ジグフリードが、ありがとうございます。そう、存在がマジックみたいな感じだったらいいな。なんかでもやっぱ、あのまず私がオーディションに受かったのもほぼ奇跡のようなもんなんですよ。たまたまオーディション受かったっていう人がたまたまソロライブで できるので、ちょっとこのたまたまをみんな見逃さないで。あ、ひよくんありがとう、ガムシャボンくれてる、ありがとうございます。おいちゃん、ガムさんありがとう。特技の一夜漬け初めて聞いた。いやいや、一夜漬けじゃないよ、朝に買ったんだもん、だから一夜もつけてないから。つけてはない、うん、つけてもないか、ソロライブはたまたまできない。いや、私はだってさ、ギターこんなにやるなんて思ってなかったよ。ギターを始めたのもさ、たまたまなんよ、うん、テレビでギター弾いてる人いて、あー、ギターってできたらかっこいいんだろうなって思ったら、ママがすごい食いついてきてさ、ママバンドっていうか、こうちょっと音楽やってたみたいで、あそこ行ったらギターいっぱいやってるよっていう話を聞いた。そうなんだとかいう話をした次の日にギターを買ってきちゃってママがびっくりするっていう。え、ギター買ってきたの。そのままじいちゃんの部屋でずっと弾き続けて、じいちゃんがうるさそうにしてたの覚えてる。あ、辻さん、どうもありがとうございます、いただきます、ありがとうございます、いただきます。そう、ほんとテレビ好きでよかった、ほんとにテレビ好きだからさ、多分たまたまテレビ見てて、テレビ好きだから
たまたまギター始めたってことだよね多分。本当にびっくりですね。 OK、 今からお薬を飲みます。あーじいちゃんにね、一緒に住んでるじいちゃんがさ、もう私誕生日までになかなかじいちゃんに会える時間がね、タイミングがないからごめんねって言ってたら、誕生日になるんだろうって言われて、ありがとうって言ったら、じいちゃんがさこんなのくれたんですよ。ちょっと写真を出すね。あー映りきらないや、ちょっととりあえずこんな感じでいいか。こんなものをくれたんですよ。そういう意味では持ってる人なんですよね、鹿島さんって。そうなのかな、持ってるのかな、どうなんだろう、わからないけど、こんな感じです。見てください。祝22っていう、こういう箱に五円玉を貼ってくれて、箱なんだけど、これパカって開けたらね、こうお手紙とか入っててすごく嬉しかったの。そうそうそう。でね、これ何の箱なのって聞いたら、求心って言ってた。はい、求心っていう。じいちゃん面白いよ、なんかその箱求心の箱だった。そうそうそう、手作りです求心なのめっちゃ面白い。そうそう、だから長生きしてねって言った。おじいちゃん優しいよね、ほんと。あのね、ここでシールが貼ってあってさ、いっぱい車の形したシールいっぱい貼ってあって、でさ、ここに誕生日おめでとうって書いてあったりとかするのよ。で、このシールどこでもらったの、どこで買ったのって言ったらね、日産でもらったって言ってた。そうそうそう、じいちゃんの身の回りのね、物でね、そうそう、出来上がってるんです。そうなの。持ってる人とかいるのかな、分かんないけど。そう、そんなことがあった。嬉しかった、めっちゃ。よいしょ。明日朝ちょっとできるかな、配信。ちょっとメイクしながらとかないかもしんないけど、8時くらい、いやどうかな、できるかな、ちょっと分かんないけど、分かんないのに言うところがほんと鹿島だよね。頑張るわ。8時か8時半かこの辺でできたらいいな。あゆくありがとうございます。もうライター、ありがとうね。じいちゃんの車をさ運転してるの、私。じいちゃんが乗ってた車をね、私と姉ちゃんが。やっぱ姉ちゃんが乗るときは何も言わないのに、私が乗ろうとするときだけさ、はぁ、気をつけろよってすごい言ってる。気をつけろよじゃないわ、それパパだわ。気つけやだ、気つけやってじいちゃんいつも言う。気つけやじいちゃんがいつも言う。気つけや。じいちゃんは声かすれてます。いつもね、一文字で返事するの
じいちゃん行ってきますって言ったら、ああただいまって言ったら、ああ一文字で、ね、返事する。それがね、日課です。そうそう、じいちゃんの特徴。今日の深夜1時から2時までメンテナンスだよ、ありがとう、 Thank you よ。そうね、ヘアピン明日あんまり今日散らかしていくとさ、明日片付けるの大変だから、散らかすのにしよう。今日は寝るだよ、もう眠いだよ。やっぱ梶島家ってちょっとやっぱみんなそれぞれちょっとおかしいのかな。やっぱり最近あった梶島家エピソードなんだろうな、そんなにないけど、最近まず私があんまり家にいないっていうのはねちょっとあるよね。割と個性的っちゃ個性的かな、どうだろう。まあおかしいというか個性的というか、まあでも個性はあるかもね。結構私とかの方がどういう子って言われた時に元気な子ぐらいしか出てこない。ママは天然、ど天然で結構曲がったことが嫌いだったりとか、気になったものはすぐ調べるから、ウィキペディアじゃねえや、サファリに住んでるってママによく私は言います。姉ちゃんはまあちょっと尖ってるけどオタクでね、尖ったオタクって感じ、基本的に何かにハマっててどっぷり、そんで割とこう、まあ、尖ってるっていうか、なんていうかだよね、尖ってるっていうかね、自分が我が強いから、こうね、なかなか自分を曲げない人なのよ。めっちゃそれがあるね、自分を曲げない人、めっちゃまっすぐに生きている、そして度がつくぐらいポジティブです。ものすごくポジティブで怖いくらいポジティブです。なんでこの人こんなにポジティブなんだろうっていうくらいほじってるね、ほじってます。まあまあ、じゃあパパがね、パパはね多分梶島家で一番ね面白い人だと私は思っています。武勇伝がなんかすごいイメージがあるんだよね、パパってな、勝手に武勇伝とか、パパ昔話を結構してくれるんですよ。それはね面白いんだよね、そんなことしてたのみたいな。あと映画割と上手でね面白い、だからなんかコメディアン梶島家のコメディアンですね。そうそうそう、で2世帯住宅だからじいちゃんも一緒に住んでるはいるけど、でも2世帯だから2階にみんな私たち住んでて、唯一の男なんでたまに居づらそうにしてる時はあるかな。でパパはね不思議な人なんだよね、私的に。うん、なんというか、なんて言えばいいのかな、パパはね気まぐれかな、結構性格的には私に似てるんじゃないかな。気まぐれで、結構私に性格は似てるんじゃないかなって思いますね。あ、そうだね、パパがちょっと変わってるなって思うのは、
ね、私が休日にゆっくり起きたいから起こさないでって言ってて、普通にもうすぐ起きるからと言ってパッと目開けたら私の寝床に立ってる。そうそう、でパパがいるのよ。あ、パパがいる、何してんだろうって思って。起きた時はグフを立たせに来てて、あーまたグフが倒れてとか言ってたり、ある日はただ私をじっと見ていつまで寝てんだって言ってきたり、ある日はうって起きたらギター抱えてたりとかこのパパはしょっちゅういますね。休日と土曜日とかの時、パパが休みの時で私も休みの時とかはいますね。うん、でパパだみたいなパパも起きてたんだ。でパパは早い。そう、何が面白いってパパってさ、すごい面白いね。なんか家帰ってきてご飯食べて寝るじゃん、すごい早いの。9時とか10時とかに寝てんので、あ、寝ちゃったねパパって言って、で私たちは結構女子会じゃないけど、ママと私とさ姉ちゃんでなんか夜中にテレビとかバーとか見てバーとか喋って、じゃあ寝ようかってなったのも 2時とか、すごい遅くなった時とか2時頃に起きてくるのパパが、って言って起きちゃったいやそりゃ早く寝るからだよって言って、寝れないんだ僕はって、僕は寝れないんだ、まあ、寝つけないんだよなって言ってんだけど、いやいやいや早く寝るから寝つけないだけど、別に起きててもいいじゃんって言って、いやでも寝なきゃって言っていやだから寝てたから大丈夫だよって言って、そのやり取りをよくしてます。私はしてるね、このやり取り結構してる気がする。うん、かな、そうね。私はぴったり12時に眠くなるんで、もうだから今すごい眠いもう本当に12時ぴったり眠くなっちゃう。姉ちゃんとお父さんと仲いい、うわーこれまた難しいんだよね。なんだろう、まあ、さっきパパと私が似てるっていう話をしたじゃん。考え方だったりとか性格は似てるのかなって思うんだけど、パパと姉ちゃんって割と沸点じゃないく、沸点っていうの、怒る沸点、なんだイラッとする沸点みたいなのがもう超一緒なのね、パパと姉ちゃんって。そうそうそう、で割と私とママが似てる感じなの、そういうとこは。だからね、なんか悪いわけじゃないけど、なんか悪いんだろうなっていう時期はありました。でも今はね、2人で買い物行ったりとかねよくしてるからね、知らない間に仲良くなってんのね。また気まぐれだよね2人ともさいつ仲良くなったのみたいな感じだったね。やっぱバスケをパパもバスケやってて、姉ちゃんバスケ一生懸命やってる時にパパが見に行ったりとかして、多分プレッシャーパパがわざわざかけに行くことはなかったけど、パパ見に来てるっていうのが姉ちゃんのプレッシャーだったりしたのかな、わかんない。それくらいの時期だった気がする。姉ちゃんがもう絶頂期の時があんまりパパとあんまり仲良くなかったわけじゃないけど、あんまりこう仲良くしてるイメージなかったから、そうそうそう、その時はあ2人ってあんまり仲良くないんだなって思ってた勝手に妹ながら思ってました。そうね、姉ちゃん相手にしてもらえないから家事とか来ていやでも姉ちゃんにはちょっかいあんまかけてるイメージないかも。うん、大人なんだよね姉ちゃんって、昔からずっと、なんて言うんだろう、
頭がいいから考えて効率が悪いもの、自分に必要なもの必要じゃないものっていうのを毎日分析して生きてるのかなって思うのよ。だからこうパパのウェイウェイっていうやつに対してこれは必要かな必要じゃないのかっていうの多分計算してる気がする。だから姉ちゃんの反応がさ、パパがあーって言った後にさ、姉ちゃんもさ、うんうんうんでねって言ってもさ、その流し方すごい流すじゃんって思いながら最近はよく見てますね。でも私が夜遅かったり荷物が多かったりした時に姉ちゃんに迎えに来てお願いって言って、分かったって言って姉ちゃん来てくることたまにあるんですよ。すると後ろの席にパパがスマホでゲームしながら乗ってる時がよく見かけるんで、パパはなんだろうね、パパ面白いよね。そう、パパ後ろの席によく乗ってますね。だから誰かいるなと思ったパパがそうパジャマで携帯いじってるな。別になんか用があるわけじゃないのよ、コンビニ寄ってとかじゃなくて、ただ乗ってただ家に帰るだけ。そうそう、それはよく見かけるかな、姉ちゃんの後ろに乗るのを見てくる、うん、よく見るかな。気がします。娘二人って心配、いや、うん、いや全然、車、姉ちゃんすごい車運転上手だからよくいろんなとこ行ってるのにも別になんか気をつけろよとか言ってるのあんま見たことないんだけど、なんだろうね、暇だと割と乗ってくる、乗ってきて私のこと迎えにこう後ろに乗るだけだけどね。パパも仕事終わりだからさ、パパにさすがに迎えに来てたら絶対言わないけど、私は姉ちゃんに迎えに来てた時パパも後ろから後ろに乗ってくる時は結構ありますね。うん、そうそうそう、この姉ちゃんとパパのエピソードってなんかスポーツの二人っていうイメージなんでね、会社の中ではパパと姉ちゃんっていうのはもうスポーツ、パパもすごい足速かったみたい、陸上部とバスケ部やってたみたいですごく足が速かったらしいんですよ。だから姉ちゃんがすごいスポーツできるんですけど、パパによくなんかスポーツの二人はスポーツのイメージがすごいあるんでね、見るしさ、スポーツも見るのも好きだしやるのも好きだし、昔はよく外で遊んでたイメージがありますね。で私もその勢いで姉ちゃんとかと一緒に、その勢いで私も一緒にスポーツやったらなんかうちだけどんどん置いてかれて二人すごい遊ぶじゃんって思ってママの方に行ったイメージがある。ママはあんまりできないのよスポーツが、そうなんか運動系で上手なもの見たことないかもしれないですね。パパは歩くの遅くはないと思うけど、姉ちゃんが飛び抜けて遅いから遅くはないはず。いや、わかんない、一般的に見たらパパ遅かったりするのかな、うん、父譲りですねスポーツは。だから私はさ、スポーツもめっちゃ普通だし、ママは割と文系ではあるけど、ママってすごい料理が上手だし、あの何縫い物とかも超上手で、すごい何でもできる主婦っていうイメージなの私的に。ママは、いや私ってできないのよ何も料理もさ、なんだろう、私家庭科学年で一人だけ2位をつけられて、なんでって思ってた人間なんで。パパは、あ、よく知ってるね。パパはね、あんまり褒めて伸ばすタイプではないかな。そうそう、パパがよく言うのは謙虚に生きろってこう言って
ていう、私がちょっとでも調子に乗ってたりとか図に乗ってたりとかするとよく怒られますね。学年に一人ってどうして分かったんだって言われた先生に、あなただけですからねって言われて、そう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 言われた。いやわざわざ読まなくてもよくないみたいな感じで、まあ、2って相当やばいらしい。そう、2っていう数字ってほぼなんか学校来てない子とかがつけられるやつなんだけど、私につけられてすごい話題になったのよ。家庭科で2についてるやつがいるわみたいな。そうそうそう、でうちだって、うちひどかったのよ、まあ、確かにひどかったのよ。家庭科でさ、縫い物やってる時に小指、自分の指と一緒に縫ってたりとか、表向き綺麗だったらいいだろうっていう感じで私思ってたわけじゃないんだけど、縫ってたら後ろがもうなんかもうすごい森みたいな、雑草生えたみたいなくらい、こうまちまち、あ痛そう、あ針刺したわけじゃないよ、針刺したんじゃなくて小指が挟まってたというか、小指と一緒にこう縫って分かるかな、刺すじゃん上から、でもう一回後ろからまた刺すじゃん、後ろから刺した時に小指もあの巻き込んでるってことね。そうっていうのが全然気づかないの、ピーってこう引っ張ってギュッギュッギュッってやるじゃん。そうそう、でもなんかそういうそっちがさ、あんまり意識そっちに行きすぎて小指がこうギュッギュッギュッってこう締まってることも気づかず、何個も 何回も何回も小指を通して縫ってたわけ。そうそうそう、小指絡む感じ、そうそうそう、あんまかわー、縫った、縫ってない縫ってない、縫わない、たくみくん、あーたくみくんありがとう、あ競馬のファンファレ素敵やって嬉しい、ありがとうありがとう、嬉しいな。そう、縫い物が本当に苦手で、そう気づかないんだよ。だからだいぶ進んでさ、なんだっけ、玉留めしてからできたってやろうと思ったら、なんかズルズルって小指からなんか抜けたなと思って裏見たらさ、ベロベロなの、糸が、でなんでこんなベロベロなんだろうと思って、でなんでかなってパーって指はめたらちょうど小指のサイズだったはここに小指が入っていたのかみたいな感じだったんだよねそれででももう一回縫い直してる子なんかいないの、時間的にも。で私だけそれ作り終わらなかったのと、次の授業がエプロンだったんだけど、こう仮縫いするじゃん、でなんかその仮縫いがもうなんかダメだったみたいで、でやり直しやり直しって言われて、やっと仮縫いできたと思って本縫いするぞって言って本縫いしてもさ、なんかすごいのよ、ミシン壊したりするのね、布の上でガシャンガシャンするはずなんだけど、知らない間に布ないところでガシャンガシャンしてて、なんかめちゃめちゃなんかアイロンじゃなくて、なんだっけ、そのエアコンじゃなくて、なんだっけ、ミキサーじゃなくて、なんだっけ、あれなんだっけ、あれなんていうの、アイロン、ミキサー、違うな、なんだあれ、編み込み、あれどう忘れちゃった、あの機械何、ミシンミシンミシン、そうミシン講師かけたりしてましたね。そうそう、そんな不器用なカジーちゃんなんですけど、7月22日にカジーのソロライブがあるってよ、ギター弾くってよ、大丈夫かな、みんなよかったらお越しください。それでは1はてててててててなあさんです、ありがとうございます。1どど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 どまあでもボタンとか今別につけられますからね、そうそう、つけられるからいい感じにつけられるし、ありがとうみんな。それでは明日またお会いしましょう。お手会い釈せーの。以上です。バイバイ。またねー。